い、こんばんは、山よと申します。もう担当に来ますけど、今回からね、そうだ YouTuber になろうシリーズですけど、今回からね、編集作業、パソコンで編集作業を加えてね、やるっていう、まあ、いわゆる YouTuber としての王道的なパターンのね、やり方の紹介をしていこうと思います。まあ、つってもね、私の動画ね、見て、他の動画見てもらったらわかると思いますけど、あんまりテロップを入れない人間なんでね、そこまでね、YouTuber っぽいとか、本来ならね、テロップをもっとガンガン入れればいいんですけど、まあ、正直言って、それ後に関しては、テロップの入れ方とかね、今後、チラリしたいと言ってきますんで、それを、あとは対応するだけなんですよね。それが、要は、それをやるかやらないかで、変な話、動画の編集時間が10分の動画でね、大体今は確か2時間から3時間ぐらい仕上げるんですけど、この前みたいにね、このそうだ YouTuber になろうもね、ちょっとテロップを多めに入れた動画ね、あれに丸1週間かかりましたからね。ですから、いかに他の動画っていうのが、テロップが入れてある動画っていうのが、どれだけね、時間がかかってるかっていうことがね、しみじみとね、感じてもらえるところに思えたらいいかなと思うんですけど、まあそんなこともね、言いながらもね、とりあえずね、編集作業の方をね、やっていきたいと思います。で、今回はね、もうあらかじめ、このプロトタイプ用って言ったらいいのかな、この動画用にもう一本の、ね、単発動画を撮ってきました。それをね、編集しながらいろいろと説明をしていきたいと思います。散歩動画なんでね、またこの後ドライブ動画とかは別途ね、ちょっと編集のポイントとかはね、ポチポチと、付け加えながらね、今回の動画は散歩動画を一本と使いながら、そこの中でね、いろんなちょっとね、調整の仕方とかね、どういう風なね、感じで使っていくのかな、編集ソフト使っていくのかなっていうのを、見ていただいたらいいかなと思います。ということでね、早速ね、やっていきましょう。で、撮影はどうなんやって話なんですけど、まあ基本的に撮影はね、この前のと変わらないですし、もうビデオカメラでね、基本やっちゃうだけなんで、あれですし、あとはね、まあ編集作業中に、ね、言うてね、ぐらーってなる時間がいっぱいあるんで、いくらでもその合間でね、ちょっとその辺りのね、撮影の仕方とか、その辺りは実際に撮った映像を見ながらね、話とかできたらいいかなと思ってますので、もうガンガンと編集作業の方に入っていきたいと思います。ということで、早速、動画の本編の方に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。どう。さあ、ってことでですね、早速始めていくわけですけど、ちょっと私の顔を見てる画面だけ見てますけどね、今回の場合はね、私が使っているソフト、サイバーリンクさんの、パワーディレクターっていうソフトを使っていきたいと思います。ちなみに私が使っているのは365っていう、いわゆる、月額制の、タイプのやつですね。なんていうの、最近流行りのタイプですよね。ソフト一本ね、バズっと買い上げてね、使うっていうんじゃなくて、毎月ね、アップデートされていくソフトを、なんて言ったらいいの、月々ね、月謝で支払って、使わせてもらいますよっていうパターンのやつです。まあ、最近アドビーとかもそのパターンでね、1本で買うとするとね、いきなし1万円とかね、ボンと飛んでくるんで、なかなかね、高いお金になる。アドビーだともっと高いのかな、2、3万ぐらいするのかな、ちょっと使ってないんでね、あんまり、確かちょっと高かったんで、それで私、パワーディレクターにしたっていう経緯がありますんでね。そのぐらいとかもね、ありますんで、まあ、一番多分、手っ取り早くでやるんだったら、パワーディレクターがいいと思います。フリーのやつもね、いくつかあるんですけど、ね、やっぱりちょっと対象使い勝手が、難しいかなとかっていうのがあるんで、一番やっぱ、手っ取り早くね、あらゆるフォーマットにね、対応したのを作るんだったら、パワーディレクターさんがいいと思います。ただ、いわゆる今のね、YouTuber さんの、なんていうの、セオリーになっているね、テロップを多用するようなタイプのやつとかをやるんだったら、実はサイバーリンクさんは実はテロップがちょっと弱いかなというところがあるんで、ですと、ファイナルカットなのかな、いわゆるマクドナルドのね、マッキントッシュね、マックの方に入っているような、やつを使ったりだとか、アドビーのね、ソフト、使ってもらうと、その辺りの方が、やりやすそうなのかなというふうには見えますね。というあたりは置いといても、まあ、とりあえずね、サイバーリンクさんを押さえておけば、一通りできないことはないんで、今回はサイバーリンクさんでやっていきたいと思います。で、これね、私もソフトにインストールしてあるんであれですけど、インストールされてない場合はね、Google でね、Chrome で開いて、サイバーリンク、パワーディレクターって見ると思います。あ、ここの概要欄にね、リンク貼っておきますんで、そこから飛んでもらったらもう自動でね、できるようにしときます。ぜひね、それからやってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、まあ、私の場合もね、登録してあるんで、クリックすれば、ね、開きますんでね、開いていこうと思います。で、そうすると、この最初の画面がこんな感じで出てきます。で、ここにね、いろいろと、ね、やっていくわけですけど、まあ、一番簡単なね、基礎的なやり方っていうのは、もうここに、
作業の基本のところをね、教えていった方がいいのかな。画面のね、今ね、ちょっとここには何もね、出てないですけど、まず真ん中のこの左側に出ている、ここが、いわゆるファイルとか、いろんな、操作する操作盤だと思ってください。各種、データファイルとかこんな感じで、もうちょっとね、私は YouTube と、過去に撮ったデータとかがあるんでね、あれですけど、こんな感じで、いろんな、例えばここのところで、動画のね、とか画像、音楽のデータとかがいろいろと入っているので、それを使ってやってきます。まずね、動画のデータを入れてっていうところなんですよね。で、下のところでいろんなね、ここら辺でいわゆるタイトル、いわゆるテロップを入れたりだとかね、いろんな、私のね、動画右上にね、いろいろと出てると思いますけど、まあ、私はここにね、もうちょっと撮ったのが置いてありますけど、こんな感じで、よくね、うちの動画見てもらったら、見覚えがあるな、こんなね、とかっていうのがあると思いますけど、このあたりとかが、これはもう私がね、事前に作ってあるやつとかね、もうすでにあるんでね、もうすでにいっぱいあります。このあたりの、いわゆるカスタムってなってるところに入ってるのは、もうちょっと後から作ったやつなんでね、で、これとりあえずはこんな感じに、バーンとかって言われる、こんな感じでいろいろと、デフォルトパターンというのがもう何十種類あるのこれ、640とかってなってますよね。いろんなテンプレートのパターンがあるんで、それをうまいこと、自分なりにね、細かい色の調整とかもできますんで、その辺りとかも覚えてくると、いろんな、自分なりのね、やつができます。まあ、普通にね、この辺りやるのそのまま使ってもね、それなりにオリジナリティ出ますし、まあ変な話、会社のプレゼンでね、使ったりするようなやつでしたら、もうこの、そのままね、ちょっとお堅い目の、この辺りなんかちょっとお堅い目ですよね。その辺りをポンポンポンって使ってあれば、もうそれっぽくできますよ、というわけですね。まあ、YouTube にアップロードするってなって、ちょっとね、オリジナリティにしたくなるんで、ね、ちょっと色を変えたりとか、ちょっとアレンジを加えたりとかっていうのをしたりもすることもありますけど、まあそれね、最初に言ったらそこまでしなくてもいいです。慣れてきたらその辺りもね、手を加えたらいいかなと思います。で、ここはいろんなやつとかね、いろんな機能があるんですけど、これというのはまた後で教えておきます。最低限覚えとかないといけないのは、もうここです。一番上のここだけです。変な話、ここだけあれば一応編集というかカットしたりね、ちょっと BGM を加えたりなんていうのはできますんで、一応、ここで、だけでできないこともないです。で、ここから、ね、作っていくんですけど、ここでね、ちょっとね、一つね、覚えと置いておいてほしいことがあります。これ YouTube に関係っていうの話になってくるんですけど、YouTube で収益化とかで考えていたときに、BGM とかを加えるときにね、まあ、やっぱ音楽の著作権とかね、やっぱし問題になってくるじゃないですか。で、そこのところにね、あ、BGM があるじゃないか。ここね、フリーで使える BGM がいろいろと用意してあります。何曲あるの？ね、全部で350ね、用意してくれてあるらしいです。ありがたいですね。で、ここでもね、いっぱいあるんで、これ使ってもね、いいじゃないかっていうところなんですけど、これ使うときはちょっとね、注意が必要です。というのは、やっぱりフリー音源なんで別に使っても問題はないはずなんです。削除とかにはなることはないと思うんですけど、どうも、なんていうかね、私も過去の最初のうちの動画はね、これの BGM 使ってたんですけど、この BGM を使うと、なんていうかね、収益対象から外されます。著作権の侵害とかっていうので、AI 判定で自動的に、権利が削除されるっていう現象があるんで、YouTuber としてその収益用の動画を作るときには使わない方がいいです。簡単なね、その結婚式で使うやつとかで、ここにね、テンプレートでいっぱいあるんで、まあね、聞き慣れたようなやつとかもね、あるんで、ね、それにね、作ってもらったらいいのかなと思いますけどね。まあ、私の場合はもう、YouTube のところで使う、BGM の方に慣れてるんでね、そっちの方がいろいろと覚えてますけど、ってことなんですけど、じゃあ、どうやってね、じゃあ BGM どうつけてるんやないかね。私もつけてますけど。じゃあ、どうしとるのかっていうと、BGM は、別途、YouTube から拾ってます。どういうことかというとですね、ちょっと YouTube 開きますね。これ YouTube の、画面にやってきましたけど、よいしょ。YouTube のスタジオっていうところがあります。これね、前にもちょっとちらっと説明しましたね。この YouTube のスタジオっていうところに来ると、今ね、ちょうど、私誕生日式やってきます。ありがとうございますね。3年から経ったところなんですけどね、このね、右、左側かあのところで下をスーッと見てて、オーディオライブラリーというのがあります。ここをクリックすると、実は YouTube で収益化しても問題がないやつがずらー、音源というのがずらーっと出てきます。これね、どんだけあるのかな、多分何千曲、1万曲近くあるんじゃないかな。とにかくいろんな、ここで1197ってなってますが、もっとあります、もっとあります。
ということなんで、いろんなね、動画、これは追加ビジュアルにずらっと並んでますよね。ここからね、自分のお好みのね、やつをいろいろと探してもらっていいんじゃないかなと思います。ちょっと私がよく使うやつはスターがつけてあるんで、欲しいで見たらいいかな。スター付きね。まあ、よく使われたらこんな感じで避けておいたら、こんな感じで、まあ、私が使ってるのよく見るのは、これ、クリス・コーゲンさんのやつとかね、ユニコレヘッズさん、あとこのザ・ハリア、ヒックマンさん、多分、ドイツ人なのか、ドイツ系のね、アメリカ人とかなって感じですけどね、とか、まあ、このあたりとかね、いろいろと作ったりとか、したりすることができる。一応、押すと主張ができてて、こんな感じでね、視聴もできます。なんか聞こえてるのかな、うん。まあ、この辺はフルリーズとかいうやつなんでね、使って大丈夫だけど、こんな感じで、音楽をね、拾ってきて、で、ダウンロードすれば、MP3 の音源としてダウンロードができますので、これも落としてるやつなんで、あれなんですか、落としたら、こんな感じでダウンロードができるんで、このダウンロードしたやつをもうそのまま BGM に使うこともできます。こんな感じでね、入れたらと、もう BGM として流れます。まだ動画がないんで、あれですけどね。こんな感じで BGM とかをつけたりしていきます。で、ここにね、足すと、ね、ここに、自動的に追加されますので、こんな感じでライブラリにどんどん増えていくよという感じで、一応メディアルームという名前なんですね。こういうふうにできます。で、これがね、最初に使ったら少ないんでいいんですけど、だんだんとね、ファイル数が増えてきます。何十何百ってファイルで扱うようになってくるんで、そうすると見せなくなってくる。ね、そうするとここのところでね、動画は動画、画像は画像、音楽は音楽って感じで、分けて出てきてくれるんで、これでね、使いやすく使ってもらったらいいんじゃないかなという感じでございますね。で、今回使うやつなんですけど、こんな感じで BGM とかもあって入れるんですけど、正直言います。今から、私が使う仕様に一からこれを作り上げようと思うと、ここから半日では済まないです。丸一日かかってしまいますんで、もうすでに私がね、リセットした、データっていうのを使おうと思います。で、ここでね、もうね、私の場合はこんな感じで、まあ皆さんもね、最初の場合ね、一から作らないといけないんですけど、最初に作ったらですね、プロジェクトっていうのを保存するとですね、ここでプロジェクトを保存しておくと、今度からね、その、設定したね、BGM のデータとそのあたりが残った状態でね、持ってくるとか、前回の記事からできるようになりますんで、これは覚えておくといいかなと思います。ちなみにね、先に言っておきますと、テロップとか そのデフォルトを設定したやつは、共通で残るみたいなんで、もう一回作ったらもう全部のやつに共通で反映されます。これはね、なんかファイルのところとなんか分かれてるんで、これも独特ですね。ちなみに、サイズドクリップの方は、なんか多少使っても問題なさそう。ですんでね、よく私が使ってるやつだったらね、この辺りかな。これなんかサムネで使ってるやつですね。こういうあたりの細かいところは、なんか別に使っても大丈夫そうですね。うん、あとは何かあるよく使ってるっていうと、パレットラ、これなんかよくとかね、カチャンっていう、テロップの中立っているところとか使ったりとか、使うのとかですね。バレットローディングだから、銃をガチャッとしようとですね、とかっていう、感じで使っていますね。っていう感じで、いろんなね、これもサウンドクリップ、BGM とは別にサウンドクリップもね、700用意してくれてありますんでね、きっとね、必要に応じた、やつを探せば出てくると思うんですけど、まあ、ただ、探すときに英語なんでね、パワーディレクターさんは、まあ、そこだけちょっと探すときに英語を変化しないといけないんで、そこだけちょっと、大変かもしれません。ちょっと英語苦手だとね、というところがありますね。ところかな。で、実際にじゃあ画像を入れてね、やってくると思うんですけども、今回はね、もう私はこれでデフォルトやつを使うと思いますけど、そのプロジェクトのね、ファイル名とかのやつも一応説明しておきましょうか。最初の動画の方の動画でね、説明してあるんで、まあ大丈夫かなと思うんですけど。よいしょ、こんな感じの流れになってますよっていうね、パソコンからこれから今からデータを編集ソフト入れます。まあ、正確に言うと、本当はハードディスクに一回落として、そのハードディスクからこのソフトに、読み込みをするんですけど、まあ、今回のところ、スタジオはちょっと低いとこでね、編集でやりますよと。まあ、とにかくそういう感じで取り込みをします。
で、それがプログラムファイルっていうのに保存する形になります。ここのところがちょっとパソコン詳しくない人だとね、なかなかごっちゃになるみたいなんですけど、要は、ここまで編集したよとかっていう、その編集中のここをいう風な感じでやりますよっていう編集中のデータを保存しておくファイルなんですね。うん、で、そこのファイルとはまだ動画にはなってないんで、動画ソフトとしては開けてないんですよ。うん、で、ですので、これで保存したやつの、この、書いてあるプログラムのね、情報によって、アウトプット、こういう風な動画を作ってくださいよっていうのを作ることによって、今度新しく完成した作品がね、MP4 として出来上がります。MP4 以外の形式でも、PowerDM さんさん作れますけど、基本 MP4 が多いかな。で、それを、YouTube スタジオにアップロードすれば、いわゆるブンブンハロー YouTube とかでね、いい感じの空いた動画から、まあ、うちのようなね、いい感じの動画までね、本当に、しっかりとした動画から、かなり動画まで、全部作れちゃいますよっていうことなんで、基本的にはもう、ほぼほぼの動画が、このフローチャートはこのフローチャートです。ここでどれだけ手をかけるかっていうところだけの話なんでね、どういうソフトを使うかとかね、機材を使うかっていうところだけの話なんで、基本的にはこの流れで大丈夫です。これですか、青い線と緑の線は無視してもらって、真ん中にあるね、この太い線、これが、基本的な流れですよってことになります。でもね、パソコンに入れたりするのは前のダイレクト編集のところとかと一緒なんで、も活用してさせてもらって、実際に落とした編集データからそこの先を進めていきたいと思います。で、私の場合はもうプロジェクトが作ってあるんで、そのプロジェクトを開くと、普段のデフォルトのやつになりますんで、よいしょ、するとこれは前回開いたデータがまず出てきますよね。まあ、こんな感じで、これあれか、4つ目の方のやつですかね。こんな感じで出てくるんで、ちょっとこれは最初にちょっと消しちゃっておきますね。よいしょ。消すと、まあ、こんな感じで、私の場合ここのところをいろいろといじくって、まあ、特に BGM 関連ですね。こんな感じで BGM を、YouTube の対応ネットでここにずーっとライブラリーでまとめておいたりだとか。ちなみにこれ、音楽のボタンを押すとこんな感じの一覧になるんで見やすくなるかなと思います。これがね、横に伸ばせないのがちょっと痛いのかな。まあ、こんな感じでね、いろんなやつが50音中でバーザーと並んでくれますね。まあこれも変えれます。所要時間にして、長い BGM ちょっと組み込みたいなとかっていうのを調べることもできます。で、私の場合は音楽の感じに合わせてね、ちょっと、ハードめの音楽、これメタに使うことないんですけどね、使うことあるって言ったらこれかな。ちょっとうるさいな、今夜中なんでね、ちょっと静かにしますけどね、これなんかね、ちょっと聞き覚えがあるんじゃないかな。よく PV に使ったりする音楽ですね、とかこんなんとかがいろいろあったりするんですね。で、一番とかのこのノーマルのところかな、こんな感じずらーっとそのさっきのね、オーディオライブラリから拾ってきた音楽をいろいろとまとめてます。言うても4、結構あるね、多分ここにもうまとめなくなったね。途中からもう分類やごとだけで入れてるんで、20、50、まあ、100曲ぐらいあるのか、言うてね。いろいろとありますね。っていうのをやったりしてます。まあね、ちょっとポッピーな感じのね、ところにはこんな感じで、ちょっと、ね、ポッピーな音楽を持ってきてみたりとか。こういうような感じで、いろいろやってね。まあ、あとは私は、短いやつはね、こんな感じで分けてます。これなんかもよく聞くね。まあ、こんな感じでね、いろんな音楽を、まあ、やることに分けてね、多少、音楽を、入れるときに、使いやすいように使っております。あとは、キャッチだけ分けてますね。うちのところで使ってるキャッチ。これですか、動画だけなんでね、こんな感じになってますけど、まあね、よく見るキャッチで使ってこういうのとかね、うちのところだとあとこういうのね、まあ、これはあらかじめもう、さっきのねテキストとかになったら組み合わせてね、 BGM とかの効果音とかを組み合わせて、作っておいたのがあるんで、まあ、この辺の作り方はね、まあ、またまたね、お湯今なくてもできますんでね、やっておこうかなと思います。そのとおりで私ももうね、作ったのを使ってますということで、ただこれがね、全部ね、一緒の動画のフォルダの方に入ってきちゃうんで、一緒に
と分かりにくくなってしまうんで、こういうふうにずらーっといっぱいあるんで、ね、どれやってなっちゃいますんでね、こういうふうにして、まあ、フォルダ分けをしておくと使い勝手がいいのかなって感じですね。で、定期的に、ね、消していかないとね、あれなんでね、うちもね、ある程度消したのな、この前やったやつは、とりあえず消しといて、こんな感じでね、デリートで消し、今デリートボタンを押したんですけどね、そんな手に見えないのか、デリートボタンを押して、ラブラリから消すことができます。ただ、ファイルは消えないです。ただ、気をつけないといけないのが、右クリックでもできるんですけど、ディスクから削除、ダブルから右から削除っていうのがあるんで、ディスクから削除を間違えて押すと、ディスクからも消えちゃうんで、復旧できなくなっちゃうんで、これだけ気をつけておいた方がいいです。まあ、ライブラリから削除は、ある程度使うかなって感じですね。で今回の、ファイルをね、実際拾っていきましょう。で普段はね、これ、私、隣にサブモニターが置いてあるんで、そこにね、置いてあるところから、こんな感じ、避けたところにもあるんですわ。で、そっちの方から見ながらやるんですけど、今回はね、一応説明も兼ねるんで、こっちの方から、ね、やっていきたいと思います。で今回の動画が、YouTube のフォルダーの、元のところにしまったんですけど、どこかメイテルターミナルのところに入っちゃってる。これか。まあ、これだ。間違えて伊勢志摩の方のやつ。これだけタンパクだったのでね、紛れ込んじゃってましたね。このファイルを使ったこと、まあ、普段はね、だいたいこんな感じで、もうこれちょっとだいぶ先に上がるやつになると思います。伊勢志摩のね、行ってきたやつとかあるね。これを、使う場合にはね、もうまとめてドカーンとドラッグして、こんな感じでね、ストンとこっちに持ってくると、ドラッグしたまんまね、押してあればこんな感じで開けるんで、持ってくるとここでバーンとね、入れて、保管しておくことができるんですけど、これね、今これだけのデータ入れるとね、このままだいぶ時間かかってしまいますんで、今回使う分だけね、とりあえずやっとこうかなと思います。よいしょ。できたらこれ離して、これいただきね、ちょっと持ってきます。普段はもうあのまま持ってくるんですけどね。こんな感じで持って、この前のところに持ってくると、ここに、まあ、一つ増えましたね。で、こんな感じで入ります。で、ちなみにこれ、緑色ね、左下が緑色になっているのと、黄色いのがあると思います。今、持ってきたやつは黄色くなってますね。これ何なんやっていうところなんですけど、もうちょっと大きくしようかな。特大アイコンにしたら、わかりますかね。あんま変わらんか。こんな感じで黄色くなってます。これは、今、データの、どんなデータかっていうのを、ソフトが読み込みをしてますね。解析をしているところで、解析中だとこんな感じになります。で、まあ、もう今回それもすっと置きますけど、置くと、こんな感じで、置かれます。で、ここが何をするのかというと、実はしばらく待ちます。っていうのは何かというと、今ね、さっき見てもらったやつとね、ちょっと違いがある。あ、もうすぐ出てきたの早いな。そうか、メモリがまだ埋まってないからね、こんな感じで今下の方にバーッと出てきてね、これいわゆる音のデータ、音声データなんですよね。これが出てこないと、やっぱしね、わからないですよね。どこがどういうね、音だったかっていうのか全然わからないので、これが出てくるのを待ちまして、一旦出てきたら、こんな感じでもね、出てきた段階で、始まります。あ、こんな感じでね。で今回のは、なんでこいつを持ってきたかというと、要は、映り込みとかが基本ない動画でないといけないもんでね、ちょっと、つまらない動画にはなるんですけど、まあそういうようなところを、ちょっと、兄弟用にね、持ってきましたと。で、こんな感じで喋ってますよね。まあすいません、同じ場合なんでね、ちょっとかぶっちゃって難しいんですけど。で、こんな感じで入ってきます。で、ここのところでね、一応、うちなりに気をつけているのは、この日もね、ちょっと風の音が入ってるんですね。この辺りなんかでも。ちょっとやっぱし、雑音が入ってます。今だいぶ音量をね、夜中で絞ってるんで、ね、聞こえにくいんですけど。ですので、この辺りを調節しないといけません。まあ、これは別にしなくてもいいんですけどね。ツールっていうところで、オーディオエディターっていうのがあります。これで私は一応、音をブラッシュアップをかけています。イコライザーっていうボタンがあるので、イコライザーって押すとこんな感じで、いろんな、音のね、音域によってね、これ、上の、右の方が高音域、で、下の方が低音域になってるんですけど、の音を高くしたり低くしたりすることができます。で、
例えばね、低いところは高くしてね、こうやってすると、さっきと違って、多分もう、バキバキの音が流れてくるんで、耳に痛いと思いますけど、めっちゃ低いところ、もうボカボカしようとますよね、この辺りが。この辺りはこんな感じで、コントロール絶対元に戻せるんで、戻してみると、ちょっと音の違いがあるの分かりますかね、って感じですね。で、これをどうやってしたらいい感じになるのかなっていうところでね、まあ、これも私もまだまだ研究中なんですけど、一応私なりに編み出したのは、私の場合はまあ BGM とかよりも私の声が低いやつ聞いた方が、ね、遠くメインなんで、そうすると、周りの雑踏を消さないといけない。そうするとね、基本的に人の声っていうのはこの 2K から500から2000の間のヘルツ帯なんですって。で、男性の場合はでもほぼほぼ 1K のところに寄ってくるので、2K の値も、多少絞ったとも大丈夫です。500K もね、ちょっと絞ったので。そうすると、周りのね、雑踏が、減って、こんな感じでね、今音波がバーっと減らされてます。これ、いわゆる周りの雑踏の音がガーっとね、絞られてるんですよね。で、こうすることによって、聞き取りやすい、やつに一応してる注目値です。するとちょっと音、この撮影データパーティーに出てきますので、それまでちょっと押してみましょう。まあ、こんな感じで結構待ち時間が長い。読み込み時間待ちっていうのはこれですね、ちなみに。でね、今回はもう、ね、1本だけだから、スルスルね、いきますけどね。これ全然スルスルいってる方です。で、こんな感じで。さっきとね、だいぶ音の派生データが変わってきましたね。この要は立ってるところに合わせると、でかいところが音が入ってるね。ってことはまだ音が入ってますねって感じですね。まあ、ちょっと自分の声もちょっとちっちゃめになってしまってますけど、うん、2K のところは値もですね、500とかのところも絞るとこんな感じになりますね。で、まあ、ちょっと聞き取りやすいかなってところへんまで、で全体の、これ青いの棒線が全体の音量を変えるやつです。こんな感じし、まあ、シュールしたりマックスまで上げちゃったりとかできるので、これは手で調節しながらやります。これぐらいのところでいいかな。黄色いとのがまあ大体ちょっと音当たりますねっていうラインだと思います。これがバキバキに当たってるといわゆる音割れしてる状態になってしまうので、でまあ、ちょっと黄色いじゃ入るかなくらいでいいかなと思います。まあこんな感じでいわゆる黄色と名古屋市営地下鉄の八田駅からね、岩戸駅まで歩くっていうだけのね、本当に簡単な動画なんですけどね、今回はこれをね編集していきたいと思います。でこんな感じでね、まあ一応うちの動画らしくするためにちょっとキャッチとか入れるっていうね、ちょっと、後半的な技を使いますけど、まずね、最初にハテナメイクのね、最近冒頭に出てあるような、こんな感じで差し込んであれば、こんな感じで、ね、動画のサポートに入って、で、こんな感じで、入ってきますね、感じです。で、撮り始めてますけど、これで、こっからね、いろんなテロップとかをね、入れたり、あとは切ったり入ったりを繰り返して、どんどん動画にしていきます。これ人によって結構違うみたいなんですけど、セオリーは一回最初から最後までずらーっと見て、そこからブツ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 切るっていうような形で作る方が多いらしいですね。で私の場合は基本的にもう、ね、自分が撮ってるやつなんでね、大体覚えてるんで、もうね、ある程度わかるから、それに合わせて、バチバチしてって感じで、ちょっと、大きすぎたかな。ちょっと下げていこうかな。今、音量を下げてやってるんでね、どうしてもちっちゃく聞こえますけど、多分、音の発生的にはこれぐらいいいと思います。で、どうしようかな、冒頭カットしたのかなと思いますけど、まあ、最初はいいか。八田駅の駅前ですね。ですので、この辺りで八田駅のデータを入れていただくといけます。で、八田駅。まあ、で、住所データとか基本的にもう Google マップから拾ってきますよ、私の場合は。今、八田駅やから、この辺りだよな、ここだ。近鉄八田駅のところか、近鉄から行きますから、近鉄八田駅。よいしょ。まあ、こんな感じでもうコピーして、
貼り付けていくんですけど、まあ、私の場合はもうデフォルトで用意してあるのがあるんで、こいつを使ってみますという感じですね。こんな感じでいろいろと作ってあるんで、今回これか。何だったっけ ?88 やってるな。次は89か。今回は、久しぶりの3発なんでね。先はなし。になるかな他に分けるかなって感じでね、ふさったら思いつきでやってるのがこんな感じになってますけど。住所のところね。なしでしょうね。単発にしようね。住所データこんな感じでもコントロールブレーキであればできておりますので、フォーマットさえ作ってしまえば楽です。本当の大きさとかちょっと気をつけてますね。12とかにして、ある程度の照明が入っても、ここのねはみ出ないようにするのはちょうどこれぐらいちょうどいいかなと思って、丸と使ってます。まあ、一般的なやつですね。で、こんな感じでね、ちょっと文字がこっちに出てきちゃうんで、これがね、ちょっと小さくてちょっと見にくいんで、これだけね、ちょっとあれですよね。で、あと日付か。日付は、こいつから、プロパティ見たればね、こんな感じ、作成日が出てきますよね。11月28日か。これちょっとね、ただめんどくさいのが、ビデオカメラの場合ね、作成時間っていうのは動画の撮影終了した時間なんで、逆算したらないといけないんですわね。よいしょ。ですので今回の場合でしたら、11月28日の私ちょっとこういうのメモ書きでやっちゃいますかね、12時29分だとね。で動画の長さが、元の正直これですね、12分50秒なんで、まあ、約13分引いたれば、撮影開始のこの時間になるから、16分、まあ、ですから、まあ、12時15分にしとけばいいでしょう。こんな感じですね。こんな感じで、協力して作っておきます。28日ね。で、ここで、ある程度、作って大丈夫そうかなっていうのを、こんな感じに貼り付けて使っていきます。で、貼り付けする順番っていうのは、まあ、人によってはまあ好きなように使ってもらったらいいと思うんですけど、ルールとしては下に行けば行くほど上に、上の方がレイヤー上は上に来ます。これがパワーディレクターの特徴ですね。これはソフトによって上下逆っていうパターンよくあるんで、ちょっとこの辺りはね、ソフトによって気をつけてもらったらいいと思います。こんな感じですね。1から順番に、番号が若いほど下に行くっていう形ですね。ですのでこんな感じで合わせてると、あ、しまった、今これ0点が外れてやってるんですよね。これちょっとデフォルトでは普段ついてるやつなんですけど、さっきちょっと外したもんで前に編集の時に。ですので、これを合わせてると、これ気をつけポイントです。このレテンの外し忘れ、入れ忘れ、私の動画でたまにテロップが全く入ってないやないかという動画があると思います。あれはこれを、編集直前にサムネイル撮るのに外して、そのまま変更度かけちゃってという大失敗パターンです。あれ結構へこみます。何のために俺は編集しとったのってなりますんでね。こんな感じですると、ああ入ってきましたねという感じになってきます。スカーシャルをちょっとあるやつ使っちゃうんで申し訳ないですけど、うちの場合は、今回は YouTube だ。40。スターセールになってる。こちらな。メインチャンネルは緑色でやってますもんね。こんな感じで、入れたりするんですけど、これ前のやつになってるんでね、アゴチョウの時のやつから残ってますけど、これをダブルクリックしてれば、こんな感じで編集ができます。今回だったら、どこだっけ、どこって、愛知県なんと中村区です。私の場合は、県市町で行くのかどうするのかとかっていうのは、まあ、基本的には、市町村の場合はもう、丸々県丸々市とかにして、
政令指定都市の場合は丸々し丸々という形にしたりとか、あとは、ね、車で移動中の動画だったらね、もう丸丸状って書いてたらね、キリがなくなっちゃったりするので、そういうふうには書かないようにしますし、ある程度ね、エリアが絞り取る場合には、今回見てあれば、新宿鉄、大駅前とかね、っていうようなスポット名を入れたりするような形で、2行まで押されるようにして作ってますね。これが車で走ってる動画だったら、まるまる市の、何々国道何号線とかっていうような形で、そういうような形にしますね。まあ、適宜見やすいようにすればいいかなって感じで使ってます。まあ、結構変えることも多いですね。で、ここで場所こんな感じでぐるぐるとか変えれますんで、それぞれ好きな場所に合わせれば大丈夫です。私はちょっと右上ギリギリのところに合わせて、最初のデフォルトよりちょっと大きめにしてあります。でないと2行にした時にちょっと字が切れちゃいますんでね。そう、これ文字枠は変えれないっていうのは、ちょっとね、こいつのちょっと、難点なところでしてね。文字枠だけちょっと大きくしたいんだけどなと思うんだけど、これちょっとできないみたいなんですよね。文字枠だけの色はできないね。これで、久々の、なんかこれ用に撮ってきてくださいね。お手数来たんです。もうちょっと言うとこれ10月ぐらいから企画としては考えておって、で動かしてるやつが実は結構な長丁場 の企画になっちゃってるんですね。このな、そうだないない連盟のね、勧誘のやつ、こんな感じで。これが、私の場合多分ちょっとね、右上テロップとしては長めになってしまいます。主語、述語とかをちょっと気にしちゃってるんで、あまり気にしない方のが、テロップとしては見やすいのかもしれません。っていうのは最近思ってるんですけどね。でも、いや、手に、もう、ちょっと気になるしな、って言ってね、結局入れちゃったりとかね。丸はもう最近はね、ちょっと心を鬼にして入れないようにしてますけど。日本語の文章として丸がないというのはどうなんだってね、言う気はね、まあ、ちょっと甘んじて受けます。ただね、丸入れると文字がくちゅってちっちゃくなって、ね、本当に見にくくなっちゃうみたいな、こんな感じでやってます。で、あとは、このテロップに行くところとかに、入れていくんですけど、まあ、こんな感じで見とったら、普通ならね、これをずーっと見ながら大丈夫かなってね、やるところで、まあ、実際そうやってやっていくんですけど、手っ取り早くまずね、パッとね、まとめたいときはね、この辺りとかに、無駄の長い、無言とかありますよね。こういうところとかは、使えるところかなってちょっとチェックして、あ、ここは使えるな。もうちょっと長いところないかな。ないかな。うん。ってことなんでね、まあいいか。今回でなんかそのまま使えちゃいそうだな。今回ちょっと切ろうと思いますけど。いわゆる、ね、このままの動画だと、何分 ?12 分。別にいいか。切らなくてもいいな、これ。って感じになってますけど、さすがにそれはまずいんでね。今回は。でこういうところとかでね、じゃあ、ちょっとテロップを入れてみましょうか。フォン。ね。そうすると、まあ一応私もフォントとかね、用意してあるのがあるんで、これを、差し込んであれば、これでテロップね、よく見るような感じのテロップね、こんな感じができる、作ることもできます。で、今回の、こんな感じで私が作るとね、なんかね、いちいち長くなっちゃうんですよね。私なんかね、短い言葉をまとめるのに下手なんですよね。まあこんな感じで。ちょっと中の調整なんかこの辺りできますね。細かいことをやろうと思ったら、このね、今入れたやつをダブルクリックしてると、こんな感じでできます。で、詳細っていうのを押すとこんな感じでいろいろ細かい設定ができます。フォント強化線とかシャドウとかを入れたりとかね、こういうようなこともできるんで、シャドウ入れた方が見やすいな。シャドウ入れるか。よし、そうしよう。で、こんな感じで作ったりすることができます。あ、これ見やすいね。そうしよう。これ採用。ちなみにフォント3セーフっていうのを使ってます。これ多分、英徳に行く人でいないとちょっと使えないかもしれませんけどね。一応これが一応見やすそうかなと思って、これ使ってます。
とかっていうのがあったりしますけどね。あとアニメーション付けたりとかもできますし、モーションって言ってね、よく動くやつあるじゃないですか。これだったら、行ってみる？どうなるかちょっと、飛ばしちゃったね。こういうような広告とかも付けることができます。私みたいに使わないですけどね。ここで全部中央揃えとかしやすいです。真ん中のね、に、紫の線が走ったとか中央揃え、ここも縦の揃えとかっていう感じで、感覚的に分かりやすくなって、この辺りは使い勝手いいですね。で、ちなみに、文字の色をね、一部だけ書いたりすることもこっちの方だとできますんでね、こういった感じで、近鉄っぽい色、マルーン系な色、八田駅から岩塚駅は、東山線なんで黄色にしようかなとかっていうような感じで、することもできます。八田駅から岩塚駅とかね、で長さがね、やっぱテロップって5秒ちょっと長いんでしょうね。私普段から解説入れることが多いんで、そうするとね、ちょっとじっくり見てもらえないといけないんで5秒に設定してありますけど、基本は3秒ぐらいの方がいいのかもしれない。この手のテロップはね、所要時間っていうところを見ながらやってもらって、まあ3秒に揃えた方がいいかな。スレップかな、まあ、3秒がやっぱギリギリぐらいなのかな、一般的なテロップだと。でこんな感じで、見てもらうと分かったと思いますけど、1個のテロップ入れるのにこんな感じなんです。ですから、テロップがいっぱいあるってことは、これをずっと延々とやるわけですよ。もちろん慣れてるから最初早くなるとはいえですよ。お気づきでしょうか。めっちゃ高い平なんです。テロップ入れるのって大変なんです。で、これ、一回切るかな。で、今ここで切れましたね。で、ここで切れたらね、ここでキャッチを入れようと思います。じゃあどうしようかというと、これカットしないといけないですね。で、カットする仕方としては、今これ赤線が来てるところで切りたいところを合わせておいて、右クリックをすると、分割っていうのがあります。で、これで分割っていうのを押すと、できます。まあ私の場合は、もうキーボードで、こんな感じ、こんな感じでね、手元のキーボードで、コントロールで D っていうのを押したるとできるようになったりとか、これも、いろんな設定がね、この設定画面、このね、ネジのマーク設定なんでね、これの編集だったかな。で、キーボードホットキーというところにカスタマイズっていうのがあるんで、これでいろんな、ショートカットキーを決めることができるんで、まあ、これをずらーっと見とけば、これってこのね、キーボード操作でできるんだなというのがわかりますし、自分がね、操作しやすいところに結構私もうカスタマイズしちゃってるんで、このね、コントロールボタンで SDF とかこの辺りのところでね、全部やりながら、右手でね、マウスを持ちながらで、ね、全部編集作業ができるように基本作ってあるんで、ちょっと特殊ですけど、ね、私の場合は例えば、この分割するのはコントロール D にしてあります。で、ここから、コントロール、もうこの辺りも使わんやろうなというところはもうね、コントロール D で切ってしまって、で、ここのところを消したる場合に、デリートボタンね、削除ボタンを押したれば、そうか、ここの感じが出ないのか、大丈夫です。こんな感じで、ね、切れるんで、ここのところで、ね、また削除キーを押したると、こんな感じで、選べるんで、まあ、感覚を、そのままにしたりすると、こんな感じで空いた状態でできるし、詰めたると、こんな感じで詰めることもできます。すべてのクリップで言うと、下の他のところも全部連動してくるんで、基本的にはすべて移動させるっていうので使った方のが、後半を編集した時、やっぱ先っとこいらんかったなってカットしたりした時に、全部ずれちゃって、なんかたまにあるじゃないですか。なんでこんなずれずれのね、動画、赤とのっていう人の底辺のやつとか見てるとね、私の動画でもたまにありますけど、これはこの時の設定ミスとパターンが多いのかなっていう感じがしますね。だから編集やってるとそのあたりはここで多分してるよなっていうのが分かったりしてくるんで面白いですよ。YouTube の見方がちょっと変わってくるっていうのがありますね。で、ここでキャッチを入れたりしましょう。で、もうあらかじめ作ったらキャッチがあるんで、私の場合はね、
一番最初大体いつもこれを入れてますよね。で、ここのところで合わせだってね、するとこんな感じでまた上書きしますかどうかって聞いてくるんで、今回の場合はね、このクリップを移動する。そうすると差し込んでくれますんで、で、今の上書きにするとここのところが消えちゃってね、出るような感じになりますよ。という感じですね。で、合わせると。で、するとね、ちょっと音がちっちゃいなっていうんで、これは開けてあげて。ブーブー感じになります。で、なんでこう、なんかさっき言うとね、なんかここに持ってきたら、多分これ、うるさいでしょ。なんこの辺りはね、ちょっとすいません、設定をいじくってるんですけど、ちょっと難しい話なんで、後半でまた BGM を入れるときに説明をします。こんな感じで BGM に合わせて。で、私の場合は1番のところはメインのところで、2番に、まあ、サブで撮った動画で、2台回しにしたとき用とかで残しておいて、で、3番のところが BGM 用に設定してあります。なんで、3番だけちょっと音量がちっちゃくなるような設定ができるんですよ。とかできるんで、その辺りはいじってありますよって感じですね。あとあとちょっとそのあたりはまたいじっていく場面があるんで、そこでまとめて解説します。それとこんな感じになりましたね。今回は、テロップは右上のテロップは超簡単にしますんで、からもうこのまま、右上は、U 扱いとかにプラグインしますね。もうこれで完成に近いですね。あとは、通り面とかに合わせてちょっと変えるぐらいかな。うん、この辺りもね、まあ昔はだいぶね、カメラをくる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 しちゃう癖がありましたけど、だいぶちょっとカメラを回さずにね、自分の、目で見るようになれてきたかなーってところです。最初のうちはやっぱし、あれですね。で、この辺りも今ね、だいぶ風が吹いてるんですけど、あのさっきのね、音量調整してあるんで、あんまり音響かないようになってますね。ああ、と、風防もやっぱね、ちょっとクッションつけただけでもだいぶ違いましたね。昔はもうこれの言っての音方はもうバッキバキでしたけどね。でこんな風に出てきたら、これサムネイルに使えそうねとかあったら、キャプチャーで撮ったりすることができます。ここのカメラボタンを押したれば、それをキャプチャー画像として保存することができます。で、私の場合はこんな感じでキャプチャー画像は全部ちょっと一つのフォルダにまとめてますけどね、今に、日付ごとに合わせて入れて、これは貼った、って感じで保存します。で、サムネイルもね、別途同時に撮ったのを使う方が YouTuber さんほとんどだと思います。私の場合は動画内にあるやつから引っ張ってきて、ね、あの動画内にあるもので使いますよって一応原則に使ってますね。まあでもそういう YouTuber さんもですね、あと東海オンエアさんね、まあそれに徹底的に後から知りましたけどね、は、もう、いつ、サムネイルかね、雑みたいな話とかも出てますけど、基本的には全部、もう、動画内にある画像から、こんな感じでも同じような感じで、多分 Mac のやつを拾ってるんでしょうね。で、そのままそれを使ってるって感じで使ってるって、Photoshop を使ってね、しっかりやってるところと比べると画質が荒くなってしまうんですけど、まあぶっちゃけサムネイルなんでね、まあ、普通だから書ける人は、ね、40分とかね、サムネイルの、ね、あの画像一つだけで、書けるんですけどね、うちの場合はもう数分で終わらせますので、短いですから、あれですね、っていう感じですね。で、元に戻ってきて、で私はこれコントロールボタンを押しながらスペースを押すと、できるようにしてますけどね、デフォルトはスペースボタンを押したら多分、再生停止ができるようになっていると思います。だとね、結構誤作動があるんでね、なんか今回でもカットするところあんまなさそうだな。で、せっかくだから
別に隠す必要ないんですけど、さっきの広告の看板消して隠してみましょうか。そういうこととかもしたくなりますよね。で、じゃあね、どうやるかっていうのをね、やってみましょう。ね、どうしても映り込みがありますからね。こんな感じでわーっと、あ、ね、ちょっと看板が映ってしまったり、さっきのところを隠してみましょうか。という場合は、こんな感じでまず切っときます。その小さいところを分断分断しておきます。で、この FX っていうのをやると、いろんな、関数処理みたいなのができるところなのかな。エフェクトルームってことで、エフェクトができますね。どこだったっけな、スタイルエフェクトのところの、スタイルだったかなってところに、いろいろあるけど、ぼかしとかいろいろわーってあるんですけど、よく使うのはダントツでこのぼかしですね。あと、モザイクがどこだっけ、これね、モザイク。もうモザイクぼかし、これもダントツで使います。ですので、もう私はお気に入りに入れてあります。ハートボタンを押してね、お気に入りに登録してあります。あとはディレイ。これは使わないな。使えるそうだなと思ってよく解きましたけど。まあ、他にもいろんなやつができますんでね。こんなね、やつとか、夏までとかとかってね、言うのもあったりするんで、適宜うまいこと使うと、それっぽい動画を買ってくれます。ただ、うちの動画の場合は、まあ、こういうのを使うことがね、ないのかなっていうところですけどね。まあ、今回は、わかりやすく、ぼかしにしてみましょうか。で、ぼかしを入れてあると、こんな感じでドラッグしてあると、そこのところがぼかしがかかるっていう寸法ですね。で、このぼかしもね、いろいろといじることができます。エフェクトって、ね、押したらこんな感じでエフェクトって出てくるんで、エフェクトのところでマスクっていうのを押すと、例えば、その隠すところをね、一部分だけにしてみたりね、こんな感じでしたらね、全体の画像のところであんまり被らないです。だったら全然隠れてないね。この辺とかもね、調整難しいですけどね。まあ、これちょっと元に戻しておきましょうか。と、あとは、マスクタイプかね、人の顔を隠したりするようなね、やつとかもできる。これだったらこんな感じで、ちょっとね、円を描いて、隠したりとかっていうのもできますけど、まあ、今回ボックスで。で、割合が、これが要は濃くするともう、むちゃくちゃぼかしがかかるし、ゼロだったらかからない。2とかだったらちょっとかかるって感じですね。これでまあ、適宜ね、状況によってね、あんまり隠さんでもいいところだったらね、こんな感じで2とかでね、隠しました感じで、ちょっと細かい文字とか読めなくしておけばいいぐらいだったら、そっちの方が自然に見れますしね、とか、いうような感じで、うまくちょっと使い分けしますけど、まあ、基本的に私はもう大体4から5ぐらいで、ね、もうそのままデフォルトやつでこう、やっちゃいますけどね。何が怖いと、この動画編集するのが一番めんどくさそうなんだよな。もう1時間経ってんじゃん、編集から。これあたりもサムネイル使おうかな。うちの場合サムネイルで、1作品につき2つね、サムネイル使いますからね。よいしょ。東山線のこの辺りはね、本当にね、東西南北の感覚狂いやすいですからね、ぐるーっと回ってやってるんでね、一周円を描いていくんで、東山線が。こんな感じでね、三部動画だと前ができるところも多いんで、だったらもうね、これ切ったって、もう一回ちょっとキャッチ入れたのかな。この辺りまで飛ばして良さそうですね。よいしょ。今回はね、あんま通行人の方もいないんでね、今回の動画で使いやすいかなって。映したらあかんやとか映っちゃったらね、ここを私がね、またね、今度再加工で編集するときにね、モザイクかけないといけないってめんどくさいんだ。ね、っていうのがあったりするんで、これでいいかなと感じですね。で、ここにキャッチをまた入れましょう。いろんなキャッチがね、次はこれあと入れようかな。
で、この辺りから駅前ではなくなってる感じだから、これ何通りだったっけな。今こんな走ってるんですかね。何通りだっけこれ。ちょっと来ねえな。そうですね、豊国通りでいいんだな。あれとか飛び地なんだね、豊国通りの。こんな感じなんや。面白いですね。不審と。まあそこまで、まあ、多少ちょっともうズレが出るのご容赦くださいって感じなんですけどね、この後に関してはただね。やっぱり、いや、正式資格ない情報じゃないですよとかってね、ツッコミが入ることもありますのでね。一応、分かれるところは、いいですね。説明しながらだと全然時間かかるな。あ、これ今、あれですね、名古屋市営地下鉄ターミナルの話をしてるんで、こことかで、あれですね、参考文献のね、画像を入れておきたいところですよね。じゃあ、参考文献入れましょう。YouTube のところかな。何でしたっけ。懐かしいね。この時は1万ドルやってましたね。039か。この辺りを使ったらいいかな。プリントスクリーンで、これをね、プリントレスクリーンしたって、もう私、プリントレス、ペイントで、持ってきたって。そうすると、こんな感じでサブスで今ね、こんな感じで開いてるんですわ。で、ここのところから、選択したってこっちでいいかな。懐かしいね、この手のやつのところで、コントロールシフトで X ボタンを押すとこんな感じで切り抜きができるんで、あとは保存したら大丈夫です。でキャプチャー用はねフォルダ作ってあるんで、そこにまとめて私はもずっと通番につけるような形で保存してますね。で、これでね、F12 を押したると、名前付けて保存になるんで、ここのところから拾ってくると、そのまんま、ドラッグしたると使えるので、これで出来上がりですね。そしてまあこんな感じでやってます。まあ今説明しながらなんで、ちょっと時間かかったんですけど、もう。あ、腰が痛い。まあ、文字情報がある場合もそのまま使っちゃいます。で、一応ね、こういう時に、あれか、文字情報入れると分かりやすいんですけど、テロップだとね、ちょっとあれじゃないですか、こういうね、細かい説明とか入れる時に。で、文字情報が多くない時は、私は字幕っていうのを使ってます。このところの、ちょっと横3点を押すと、字幕ルームとかで出てくるんですけど、まあ、F12 におっしゃるのが一番手っ取り早いですかね。ファンクションに重量ボタンを押せると簡単ですけど、これをするとこんな感じで出てくるんで、プラスボタンを押せると、ここで字幕を入れてあることができるんで、ここで入れてあると、まあ、これも簡単に入れますんで、入れてあればね、でこんな感じで、文字情報として、入れることができます。これをテロップ代わりにね、使うという手もありなんですけど、文字のね、色変更とかが難しい。全部が変わっちゃう。全部のフォーマット。だから、一部のフォントだけ大きくしたりとか、そういうようなエフェクトを使ったりとかができないので、そのあたりが制約がある。いわゆる字幕なんで、ポイントはね、あくまでもね。そのあたりがちょっと制約があるんで、あまり使う人の少ない。これをでも、鉄道系 YouTuber さんで、ね、これを結構しっかりと使ってる方多いですけどね。まあ、わさぬきさんとか多分これ使ってる感じですよね。
あと、謎さんもたまにこれ使ってますよね。感じですね。よいしょ。見てると、それあたりがわかります。あ、テロップじゃなくて、こっちの字幕で使ってるな。うん。というのは、これ、海外の人、実は YouTuber さんって、あんなテロップ入れないんですよね。ですから、海外需要でああいうテロップ入れるってのはなくて、だからタイトルってなってるじゃないですか。ああいうところでしか使わないんですよね。日本だけなんですね、あの文字に徹底話しておくことがテロップを入れる、まあですからもう海外的にはいらねえだろうと思ってたんですけど、やっぱ日本の場合はね、言葉のエアっていうのがいっぱいあるんで、こう漢字でね、お道言いいことがいいようにあるんで、やっぱある程度需要があるんじゃないかなと思います。まあ日本語との特徴のところですよね。あ、これ今話してるところだ。うん、で話してる内容はちょっとまずいところがあると思うんで、こういうところとかね、早送りとかでよくありますよね。で早送りをする場合は、このツールっていうのがあります。で動画速度っていうので、ね、いじったりとできますよ。で、まあ5倍速くらいにしとこうかな。あ、ちなみにこれひれべきにゴーってしたればできます。よいしょ。それでキルキルね、いわゆるキルキルが作れます。で、せっかくやからテロップ入れる。でこんな感じでいちいち持ってこないといけないんで、まあまあめんどくさいですね。感じでね、話しながら、このタイとかちょっと間延びしてるから切っちゃってもいいですよね。さっきまで話しとったところの最後のところから、もうブチッと切っちゃえばいいです。でここから、こういうね感じで切れるところで、またキャッチを入れたってちょっと飛ばしたるっていうのも手ですよね。時短してあるならね、そんな感じで編集は進んでいきます。ウォーキングネタってようなとこだ、これか。一応歩きのやつにはこいつ使うこともありますね。まあ、結構気まぐれですけどね。でどこら辺までカットしたのかな。この辺りはあんまり喋ってないもんな、俺多分。一応これあたりか使おうか。慣れてくるとこれぐらいのページに入りますと、もうねキーボード口下でできます。今でもまだ160に行ってますもんね。きついですね。一応ここも参考で入れとくか。その前に、これ03期まとめを入れといて、で、次が、見せします。あれか。今年の名所か。プリントスクリーンで、ちょっと押さえておいて、
後でね、リンクとかを貼るようにね、ちょっとこんな感じで控えておきます。で、プリントスクリーン撮ったんで、こいつ消し去って、コントロール N で、元に消し去って、コントロール V で出し去って、エスケープボタンでリンクを外し去って、そこのところからピーって貼り、ドラッグでね、こうやって、コントロールシフト X でエキストラで、こんな感じで入れてんで、コントロール S、コントロールね、で、288の次も289って感じで、こんな感じで、サクサクとやっていかないとね、本当に終わらないんですよ。慣れてくるとこんだけくらいのペースでいいんですけどね、楽しみながらだと時間かかるな。で、これも仕掛けで、ある程度とかせる。そうだね、この辺り多分車の音なんでね、全部でしょ、特に見どころないんで、そうすると次の交差点で全部まで忘れますね。よいしょ。まあ別にテロップを入れへんと飛ばしてる場合もあります。こんな感じで。そんな時にね、こんなくっそ時間にかかるね。これもこの後、今これ10分とかでこれですかね。これ素材だけで今1分13分いってるんですよ。まだこれで前半戦ですからね。10日投稿にも至ってないですからね。時間かかるね。さあ、こんな感じでね、もうバシバシと切ってね、とりあえず BGM 入れるところまではね、どかどか行きたいと思います。これはかなり雑ですよ。もう、オートに出てなくても、この後、もうどかっと切っちゃいますから。まあ、自分がね、喋ってるんでね、この辺であんま喋ってなかったなってのは分かってますからね。疲れてるかというと、ピアノ機がね、見えてますからね、実はもうこれがあるんですけどね、目印なんですよね。そうですね、ご名答ですよ。あ、でもあれだよ、きれいね。これね、まあ、こんな感じで、疲れてるところはもちもちっとっといて、コントロール D で切って、シャッ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 
な。これマークマークさん実はね、ここだと実はちょっと服買うんですよね。あの税込み1500円でね、いいアウターが買えました。ありがとうございます。いいお店でしたよ。うん、なんか作業着のところがね、タフな服ですしね、いいですよね。あともうおっさんなんでね、おっさんにはちょうどこれぐらいに、幸いちょっと私ね、体格がね、それなりにあるんでね、一応今工場勤めですね。で、終わったんで、最後お家にこれでもいいかな。あんまりこんなにテロップ入れることないですかね、うち。でこういう風にぶれてるところはさっきのね容量でキャプチャーを入れたってよいしょ。でキャプチャーしたやつって、ね、実はここの画像フォルダのところにずっと溜まってってるんですよ。でそこから選んだって、さっきのずっと出たこれかこんな感じにしてるとあのこの後ねアップにして手ぶれが広いんですけどこんな感じで止めてね、見るよとかっていうのこの先にメンバーがいるんですけど、一応ね、顔出し NG なんで、よいしょ。もう先にモザイク入れて、こっちにモザイク処理しないでいいようにしときます。で、もうこのまま動画、閉めていきます。って感じですね。もう今回もうほんと3分で撮ったやつなんでね、雑ですけど、ね、ご視聴ありがとうございます。ちょっと胸々して、申し訳ないですけどね。まあこんな感じで、閉めた。で、終わりかな。うん。あんましばしも悪い動画ですけど、まあ、今回のね、まあ、ある意味サンプル動画ですので、ね。で、こんな感じである程度切り終わりました。で、一回保存しておきます。忘れずにね。
で、ここから、ちょっとプリンちょっと途中までだったんで、もう、雑。これ何してよ。使い回しだね。登場しました。これは本当に終わりですね、という感じで、もうちょっとすいません、右上だいぶ雑ですけども、もうだいぶ時間が経っちゃってるんで、ちょっと終わらせておこう。で、次回に続かないね、ですから、終わるやつ用のやつどこだったっけ、作ったんだよな、どこだったっけ、シリーズ中のこれか、これ、あ、これでもうかっこいいんだよ、うまかね、いい感じで、あれですね。で、ここから BGM を入れていきます。で、さっきも言いました、BGM っていうのがあるんですけど、これ使うと、収益に引っかかっちゃうんで、その場合は、音源で拾ってきたやつを使うんで、こっちの一番上のところから拾ってやってきます。で、ここのところから、このソフトとか、この辺りのところで音楽を選んでいくわけですけど、今回メイン動画のやつだから、久しぶりに、定番な感じででもやっていきましょう。定番は、どこだったっけ、ノーマルでこんな感じ入ってるんで、まあよく使うやつはね、もう大体覚えてるんで、LLL、ああ、そっか、所要時間になってる。で、LLL、これですね、トリミングして合わせた。あ、で、トリミングで合わせたれば大丈夫です。上書きにすると、今までやったやつが全部上書きされちゃうんでね。よいしょ。で、ちなみになんで、キャッチをね、ここにしとったかというと、自動で、BGM の切れ間になるんで楽なんで、これでやっております。だいぶね、うちの動画っぽくなってきますね、やっぱ BGM が入るとね。で、こっからね、久しぶりな感じやからね、それでどうしようかな、ウェイアウトウェイス、これだったらいいかな、ああ、これだったらいいですよね。今回は短く切ったので、短めの BGM でも全然いいですよね。長いのだと4、5分のやつとかもあるんですけどね。あたりも2分ちょっとのやつで全然いけるな。これだったりとかでいいか？いい感じで入りますね。で、後半のところとは、特に今回本当に落ちないんでね。これなんだっけ、これがなかなかでいいですね。で、挟んだって、まあ、最後はね、うちは、メインとチャンネルはこれ。最近ね、他のチャンネルはね、ちょっといろんなエンディング試してますけど、うちのところのやつ、ここのところはもうこれで定番なんですけど、で、これね、キュッと聞いてもらったら分かると思うんですけど、こいつちょっと音量大きいですよね。なんで、こいつだけ、ちょっと、合わせのところを引っ張って、マイナス2.6、これがね、合わせにくいんだ。これが合わせにくいけどね。これ、人が入ると、ちょっと切っ取りにくいですからね。で、こんな感じで出来ます。ただ、このままだと、最後のところがね、終わりのところが、ブツってなっちゃうんですよね。で、これをちょっと和らげるために、ちょっと音の、音量のもう一手間を加えます。それがこの、ミキサーでしたっけ、ミキシングルームっていうのがあります。こういうとをしたるとですね、こんな感じでミキサーが出てきます。ね、実際のミキサーみたいな感じですよね。で、見ててやったるとできますって感じですね。で、うちの場合でしたら、例えばここのところで合わせたって、エンドボタンっていうのを押したると、端っこに合わせることができます。ホームボタンを押したるとできますし、選択をしてない状態でエンドボタンを押したれば一番最後に行くし、ホームボタンを押したれば一番先頭に行ったりとかっていうのができます。デリートボタンの横とかであったりしますね。まあちょっとキーボードによって違って、あまり詳しく言いませんけど、っていうのがあったりする。で、この辺りのやつをうまいことをして、パチパチっとやっていきます。で、ここのところでね、見てほしいのは、合わせるとね、ちょっと全体見てほしいから。ね、ここの1のところはなんかえらいマックスで振ってありますけど、これめっちゃちっちゃくしてありますよね。これが、いわゆる音量設定です。
さっきも言いました、BGM がね、これがクイッてあったりすると、うるさくて、ね、止まらないじゃないですか。で、その BGM は小さくして、7、あ、10、8、9くらいか。あれ？ 10 にしてあったっけ？10ぐらいでいいですね。で、こっちの方はマックスに振ることによってメインの音がちゃんと聞こえるようにね。これはもうちょっと配分ちょっと考えて作ってあります。で、エンドボタンを押すとこんな感じで端っこできる。これをカチッてしたると、こんな感じで隅っこのところがね、音量がグラデーションかかるんで、スーって音が下がって入るような形になってくれます。で、これを、こっちの方もね、特に、車の動画なんかではね、音がうるさいところがプッと入っちゃうんで、絞ったって、終わりに向かってって、って感じの加工します。で、今回は散歩動画なんでね、そんなに入れるところなんですけど、雑踏がうるさいところとか、あと車のエンジン音がうるさい場合は、テロップが終わった瞬間ね、バーンとでかい音が鳴るんで、その場合は、こっちのね、山の、左側を押してると、スーって入るような感じで作ったりもできます。で、とりあえずこの加工を、各ね、キャッチの手前のところとか、BGM の切れるところとかで、合わせてやっていきます。で、これ、5つと3、それぞれちょっとね、選ばないといけないので、ね、ちょっと大変なんですけどね。あ、今、押し忘れたね。よいしょ、こんな感じで、ガチガチガチっと合わせてって、よいしょ、ここのところも、先頭は一応合わせとく？いらないよな。ここはいらんけどね。うん。別に使わないところをわざわざ確保せんでもいいかなって感じですけどね。こんな感じで、ちょっと合わせて、最後はパチパチっと全部音を消さればえば、最後の終わりのところもね、さっきはね、ちょっとブツって感じですけど、まあ、こんな感じで、スーって終わっていくようには作っていくとか、までは一応やってます。で、このところ保存したって、一旦プロジェクト保存したると、次はね、ここから出力ですね。いよいよ出力していきますよという形になります。で、この、ここにある出力ボタンというのを押すと、出力準備が始まって、こんな感じでコード例とか出てきます。で、ここのところね、ファイル拡張子っていろいろ出てますけども、基本的には MP4 にしておけばいいです。で、ファイルのサイズなんですけど、4K か 2K が今メインかなとかいうのはと思います。私の場合 4K で撮ってないんで 4K にはしてない、2K でやってますけど、4K のね、カメラで撮ってきてるデータだったら 4K にしたれば、これで 4K の画像で出力ができます。でも、そんなにね、重たいの、ね、安いパソコンにちょっとそんな負担かけるやんしとかっていう場合もありますんで、その場合は 2K にしとけばいいと思います。他の人は結構もう画質としてはだいぶ荒くなってくるんで、YouTube で言うと、ここのところで出てますけど、これ今普段出してるのですね、80で 4K、これ 4K で一応出してあったのか、2160までありますけど、まあ、こんな感じでね、見てみると、360とかって言ったらだいぶ荒くなりますよね。お前の顔だったらこれぐらい、144、こっちの方がお前の顔見やすい気がしますけどね。っていう感じですね。で、まあ、HD だったらこんな感じなんで、まあ、HD で、まあ、やるのか、今はまあ最低限 HD でやっといたらいいんじゃないかなと思います。で、HD で、これもね、ちょっと設定がね、プラッとね、変えとるときはあるんで、ショート動画作ったりするときはね、ちょっと、事情があって、画質落としたりすることがあるんで、にしといて、あとはもうこの辺りの細かいところ別に知らなくていいです。サンドグラウンドとか、この辺りとかも、サラウンドサウンドとかも、わざわざね、プロ、これ結構プロ仕様なところになってくるんで、まあ一般の方はここまでいじることもないかなと思いますんでね。で、リタリングとかも別に大丈夫ですよという感じですね。一応音だけ撮ったりすることもできます。こんな感じでね。と、Windows メディア、ビデオ、WMA ね、もうだいぶ見なくなっちゃいましたよね。のストリーミングの中でも一応対応してます。これは多分、最高がね、
あ、でも20Mbps だから、いわゆる滑らかさは全然ない感じになっちゃいますからね。6メガって言ったらもうカックンカックンですからね、ギフ画像みたいな感じになっちゃいますんでね、っていうのは多いですね。まあ、こっちの方だと 2K でも40メガありますからね、それだとだいぶ滑らかな感じになりますよという感じですね。で、あとは、書き出しフォルダのところを設定するのにファイル名を付けてあります。で、うちの場合は、フォースクがね、こういう風に STT、決まってますんで、ST089 が今回、089ね、089 で、で、いつもハンマーつけてね、回数を区切ってますけどね、これ、実はアップロードしたときに、マイナスボタンね、ノーとかにすると、実は、YouTube の仕様で消えてしまうんで、YouTube の仕様でもこのハンマー消えないもんでね、これ多分アメリカの、要は英語圏の、やっぱ特徴なんだと思います。カマはね必然的に使うんで消えないようになってるんで、もうそれを、応用して使ってます。ですね、うちのところはカマクキリだったりするんですけど、今回はなしなんで単発なのこれ2089で、今回、本当に、久々の単発シリーズ名じゃないですね、今回は。こんな感じで。よいしょ。で、この、開始ボタンを押すと、出てきますし、出力中のプレビュー表示っていうのを押しておくと、どんな感じだったかな、この確認しながら見ることができます。まあ、つっても、うちのパソコン、ある程度スペックがいいんで、めちゃくちゃ早いんでね、あっという間に終わってしまいますけど、こんな服になっちゃってますからね。ちなみに出力プレビューをしてないともっと早くなりますね。で、この間は何もすることないで、この間にね、ちょっと片付けとかしたりとかやってますね。あとはサムネイルを作ったりする場合はありますが、もう今回このままサムネイル作ってみましょうか。よいしょ。で、ちょっとサムネイル作りに行ってみましょう。で、うちはサムネイル何で作ってるかというと、この Google スライドという無料の、もう Chrome を入れてあったらデフォルトで使えるというね、やつが、使っております。これ今作ってるんですけど、これ1枚だけで作ろうかな、今回。シリーズでもないんでね。で、こんな感じで入れてるんですよ、スライドをコピー作成で、こんな感じでね、コピー作っといて、そこからね、やっていきます。パソコンからデータをアップロードしたれば、よいしょ。どうだったっけな。資料で取れるかな。このあたりかな、うん。もう一枚でやってみましょう。あ、で、こんな感じのね、最近ちょっとテロップも使ってますけど、これちょっと重たいんで、こいつ消したって。これがよくデフォルトで使ってるパターンですね。この1枚取りの場合は。こんな感じで持ってきちゃって。中央線で、地下鉄からもうちょっとちっちゃくしとこうかな。で、これで全体的なサイズをちょっと大きくしたって。さっき何色してたっけ、発体機。赤だったっけ、あ、丸い色にしてたっけ、あ、見にくいな、赤にするか。発体液から、岩塚液、なんかこれってすると桜通り線の木っぽくなっちゃいますけどね。よいしょ。ちょっと低い気がするけど、まあ一旦も簡単ですからね。こんな感じで作ったれば、ファイルっていうところからダウンロードができます。これで PNG 画像にすると、実はもうサムネイル出来上がりでございます。これ簡単なんでね、この、スライドを使ってるやり方が一番簡単です。もうね、はい、エンコードまとめられたように出来上がっちゃったんで、これでね、じゃあファイルをアップロードしていきましょう。じゃあね、実際に動画アップロード簡単です。YouTube の、あ、実はね、動画ボタン、ここからもう動画アップロードボタンを押したれば勝手にスタジオに行くんで、これでもできますんで簡単ですね。で、ただチャンネルだけね、合ってるか確認しておいて、
で、前多分ドラッグするやり方やったと思うんですけど、うちはこのファイル選択っていうのをして選択することもできます。で、その場合は、ファイルフォルダのところに行ったって、089こいつか、これですね。で、やってると、これ YouTube 相方あるのは全部でもタイトルが全部入っちゃうんでね、このまま使ってれば大丈夫で、サムネイルもこのままドラッグして貼っつけたら入って出来上がり、簡単なの。これがあったりはね、本当に簡単に作ってありますよね。で、関連動画だけね、入れとかないといけません。今回の場合はこれ、2の方だったよな、しまった。じゃあ、こいつは3だ。こういうふうにして、コンテンツのところからね、こんな感じで足したって、で、しまった、これ足さない。共有のところはコピーボタンとかあるとね、便利です。で、コントロール V で貼ってあって、で、もう一度かね、これ一度貼り終わったから、もう一度かで、プレイリスト貼り付けたらってのが手なんですけどね、プレイリスト呼び出しても結構めんどくさくてね、こういうふうにもう、パッと作りたいときはね、もうちょっと、偉い時間になっちゃったね、もうちゃちゃちゃっと打ってね、時には段取りにかかっていかないといけませんので、時間かかっちゃったな。で、今回単発だからどうしようかな、単発だでいいか。させる動画の、機関散布シリーズどこ行った？あったこれね。でもこれでいいやね。出来上がりで。次へ押したって、この後字幕追加とかはね、やる人はいるんですけど、私全然いじらないですね。まあ、チェックも特に全然切ったら大丈夫という感じですかね。で、ここのところでね、公開設定、ここは大事です。間違えて公開ボタンを押してあるとあれですからね。ということはスケジュール設定をしないといけません。スケジュールを設定したって、大きい動画どこだ、次88のこのシリーズのね、動画があるんで、これ、ちょっと間に挟まってね、ちょっとなんか、ぐちゃぐちゃになっちゃっても申し訳ないんですけどね、水曜日の、あ、ちょうどいいや、天皇陛下の誕生日ね、この動画が起こってくるのか、これやっぱりなんか、申し訳ない奇跡だな。2月23日のアップロードになるかな、これが。多分この、そうだ、YouTuber になろうの間に挟まっちゃってるんでね、すいません、ちょっと見にくくなってると思いまして、こういう事情です。後の動画で解説するひどい話ですけどね。こんな感じで時間とか設定してればスケジュールが設定ができますよというわけでございますね。というようなね、感じで、一通り動画が作ることができます。で、今回で1時間38分、まあ、短い動画にしたらちょっとかかってますけどね。まあ、ちょっと説明しながらなんでね、やっぱちょっと時間かかっちゃいましたけどね。まあ、こんな感じでね、ぼちぼちと動画で編集を進めてやっていくんで、実はこの動画を説明している間にね、もうね、80本分ぐらいのね、動画のストックが出来上がっちゃってますんでね、いい加減、名鉄の動画とかね、いろんな奈良の動画とかがね、編集して、ちょっとアップロードした、アップロードした、わーっとかかってきてますんでね。こんな感じで、一つ個人とずつこれで説明ができたかなと思いますので、こんな感じでね、使っていただいたらいいんじゃないかなと思います。またね、もちもちとね、使い方の応用的な話とかね、いろんなところでできたらなと思っておりますのでね、ちょっとそこな感じで締めさせていただきたいと思います。ちょっとドライブ動画とかもね、撮ったからね、カットと説明できるかなと思っても、その時間で、音量設定とかそのあたりをね、いじってね、言った通りするぐらいですんでね、まあ、そのあたりを、その動画に合わせて、適宜合わせていったら、いい感じにできるんじゃないかなと思いますということですね。ということで、この動画でこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。だから、この時間の設定、修正のマジ。